ション。先輩、レッドイットダーというわけでアンクルですね。今回はソニーさんのですね、オフィスに来まして吉田修平さんにお会いに来ました。よしぴーでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンクルがボイスチェンジを使ってますんで、吉田さん普通に喋ってもらって大丈夫ですか？それでいいんですか？全然普通にやってもらって大丈夫ですよ。です、ね、ちょっとつられちゃいました。つられちゃいました。今日なんでいないんですか、キワコさん。今日はですね、キワコはですね、多分家で洗濯をしていると思います。そうなんですね、はい、そういう面もあるんですね。そうなんです。意外とキワコはですね、家庭的な女でしてですね。そうなんです。今日は洗濯をしていると思うんですよね。詳しいですね、はい、アンクル。ありがとうございます。キワコ話、もうキワコのことに関しては僕に何でも聞いてもらえれば、まあそのキワコの話はちょっと置いといて、そういうわけでですね、今回吉田さんにですね、レッドイットダイをですね、プレイしてもらったですね、率直な感想をですね、ぜひお聞かせください。レッドイットダイですよね。そうです、はい。ちょっとね、びっくりしたんですよ。面白いじゃないですか。これアンクルどうしちゃったんですか、これ。いやもう今回アンクルもですね、本当頑張りましたよ。いやなんかね、2時間の枠もらってて、プレイし始めてあっという間に2時間終わっちゃって、ありがとうございます。なかなかこうやめられない、止まらないというか、すごいね。このもともとゲームシステムが私の好きなタイプのゲームで、ハクスラでありつつ、ブラッドボーンとかね、デモンズ、ダークソウルみたいな死にゲーでありつつ、で遊んでいくと、この自分が死んだ時のファイター取り返しに行ったりとか、敵のファイター捕まえたりとか、あとなんかチームに入ったりとか、ものすごい深さがあって、これどうしちゃったんですか、これは。以前ですね、ソニーさんの発表会でですね、発表してからですね、漫才ですね、ガンホーっていう会社の社長さんと、須田さんがね、ちょっと変ですよね。儲けすぎてちょっと変になっちゃったんですかね。儲けかどうかはちょっと私がね、ちょっと定かではわからないですけれども、はい、でもなんかすごいですね、あれから3年間かかってですね、実は作ってきましたんで。じゃあガンホーさんのそのゲームに対してのこだわりがブレンドされて、それでアンクルがそれをまとめてるみたいな。アンクルはですね、大概寝てるだけだったんですけど、もうグラショッパーのですね、はい、スタッフがですね、本当に俺たちはゲーム作るぞと。実はそうなんですよ、やればできたのに。そうなんです、 YDK ですよ、やればできる子。今回はですね、その YDK な子たちをですね、本当の意味での HYDK、 本当のやればできる子。いやもう本当びっくりしました。もうね、なんかゲーム、まあやるとね、私もずっといろんなゲームやってるんで、なんかちょっと気になる点ってすぐ、目立つんですけど、あんまりね、気になるとこなくて、なんかもうただ楽しめたっていうね。本当ですか、ええ、このゲーム本当は発売していいのかっていうところが気になるかなと思ったんですけど。あ、いいんじゃないかと私は思いますよ。意外とですね、グロいんですけど、はい、結構笑いもですね、はい、こう随所にこう、まあ、はめてるので、まあ、アンクルは聞いてますよね。そうですね、アンクルのギャグがね。アンクルはですね、もうギャグしかないです、ええ、一体何のキャラクターなんですかってよく聞かれるんですよ、はい、特にですね、やってることはですね、まあ、茶化してるだけみたいな感じの。アンクルはね、主人公かなと私は思いましたけどね。いや主人公は取れなかったんですね。あ、そうなんですね。実は今回のゲームっていうのはですね、まあ、オンライン専用タイトルなんですよ。ああ、なるほどなるほど。まあ、そのプレイする前とですね、この後でのこの印象っていうのはですね、なんか変わったところとかあります？いやもうさっきも言いましたけど、面白いゲームだっていうのがね。本当ですか。やり始めた。あれ、これなかなかやめときないっていう。これはね、割とダウンロードゲームにぴったりだと思いますね、はい、ちょっとどうかなって思ってる人でも、ダウンロードですぐ遊べるんだったら、あ、ちょっとやってみようかな。そうで、やってみると面白いっていう。ありがとう。これなんかすごい向いてると思いますね。いやもうこのゲームですね、まあ、アイテム課金もあるんですよ。
はい。ですけど、実はやっぱりこうプレイヤーのやっぱりこうスキルというかですね、アクションスキルはですね、はい。まあ、結構一番このゲームの中で一番重要なポイントなんですよね。なんかね、結構遊べるなと思いましたね。そうなんですよ。あ、びっくりするほど遊べるなと。よくフリートゥープレイのゲームってこう時間がね、待たないと遊べないとかあるじゃないですか。なんかあんまりそういうのもないようだし、こう、これ結構遊べちゃうじゃんと。で、まあ、死んだ時にね、こう、このキャラを失うか、アイテム使えば、このまま使えるみたいなね、こう、究極の選択はね、こう、ちゃんとされますけど、まあ、でもそれもね、まあ、いやらしい感じなくね、いやねー、そえ、あ、こそでれ、キワコがこう出そう、てきキますワからコのね。ね、まあ、キワコが出てきて、どうするの？みたいな、それはまあ、一つのね、安らぎっていうかね、それにはアクセントにはなってるかなと思いま脳をす。選ぶとですね、キワコがちょっと残念そうな顔をするの分かりました？キワコがですね、脳を選ぶと悲しそうな顔して、イエスを選ぶとすごい嬉しそうな顔をしてくれるんでですね、まあ、ついついイエスをキワコにね、ああ、キワコのためそうになんです、ね。にイエスをしてしまうというですね、はい。とんでもない設定を考えましたね、本もう当素に。晴らしい作戦ですね。今日は本当に吉田さん、ありがとうございます。あ、こんなんでこいいんんでなすに、か？いや、こんなもプレイしてもらったんで。う。レッツイッレッツイッダイ。プレイステーション。